五流の滝は、静岡県裾野市潜福にある滝。木瀬川と佐野川との合流点付近にある滝で、明治時代には、佐野学園と呼ばれていた。裾野市中央公園内にある、高さ12メートル。全部で五条の滝からなり、向かって、左側にある本流の三条の滝を大滝、右側にある支流の二条の滝を目滝という。それぞれ、雪毛、富死月見、調子、 サゴロモと名付けられている。約1万年前の富士山の噴火によって形成された富士溶岩層の断崖を落下している。玄武岩溶岩流の断面を観察することができる。新田次郎の小説、青氷の中にもこの滝が登場する。1997年3月17日に静岡県指定天然記念物に指定されている。静岡県裾野市千福七の一国の 重要文化財に指定されている旧上松家住宅や、吊り橋、五流の架け橋、太鼓橋、夢の橋、和歌山牧水の火火などがある。また、昭和の初め頃までは五流館ホテルがあり、五流の滝下の吊り橋と並び、東海第一の旅館だった。和歌山牧水も五流館ホテルに宿泊し、歌集の中の滝、景観の春などを執筆している。 五流館ホテルは1933年頃人手に渡ったものの、現在は裾野市中央公園として市民の憩いの場所となっている。ありがとうございます。